校生心理学認定講師柴田健二です。今ですね、映像上太陽の子ね、明るい光を浴びながらお話をしていますが、時間は7時27分です。実は今日は朝の5時から勉強会の方にね、とある勉強会に参加して、その帰りなんですけどね。いや、やっぱりね、まあ動画ではいつもお話してますが、もう個性心理学のことを使って活用して、まあ、心の在り方、自分のね心のコントロールの仕方的な部分を、まあ、最近は重点を置いてお話をしていますが、はい、やっぱりね心のことを学ぶってすごく面白いし楽しいし、まあそっか、ね、まあ、要は心のことを学ぶってことは、要は受け取り方とかね、物事の見方、捉え方、あ、こういうの見方もあるんだな、こういう捉え方もあるんだなっていうことをね、やっぱこういうふうな学びと、あとここからね、この学んだことを実践することによって、どんどん気づいて、あ、これってそういうことを表すんだな、意味するんだなって分かると腑に落ちてまたやってみよう、また楽しいからやってみよう、チャレンジしてみよう、実践していこうというふうにね、まあ人ってなれるんだろうなというふうに思いますけど、ちょっと先日ですね、まあ、昨日の話ですけどもね、ある、まあ、あるというか、まあ、数年ぶりにちょっとお会いした方がいらっしゃるんですが、その方もですね、もうお会いした瞬間にわーってすごく喜んでくださって、わー久々だなーみたいな感じになってね、はい、でそこでちらっとこう一つ言われたこと、そうでブログとかさまざまなLINE とかね見ていただいてるようで、すごくありがたいなと思いながら、うん、まあ私がやっぱりそのなんだろうな、まあ、長くブログを読んでくださってる方であればですね、お分かりの通り、今まではまあ名古屋本部に所属をしていて、そこでスペシャル11か。名前忘れてしまいました。スペシャル11、トップ9とかね、まあそういうな肩書きをいただいて、井村先生の分身のように、要は8時間のアドバイザー講座をやれますよ、開催できますよというふうな講師の、まあ、立ち位置ポジションをいただいて活動していました。まあなぜそれをこう自ら返上というかね、それにならなかったのかということをちらっとだけね、お話をされて、まあ、それに明確に答える間もなく、ちょっとねその方はちょっと別の方に呼ばれて席を離れたので、明確な答えをそこではできなかったんですけどね。まあブログにも書いたことはあるんですが、人ってやっぱり与えられたそのポジションとか肩書きを持ちながら、そうするとやっぱりそこで 甘えるというか、どうしても甘えが出てしまう。その甘えが出てくる中で、要はねブログに書いた理由もしたんですけども、フロンティア精神というかね、チャレンジ精神というか、やっぱそういうものが少しこう失われるというかね、少しこうそんなバロメーターがあるならば、まあやっぱちょっとこう下がり気味だったんですよね。人は安定というのをもちろん求めるだろうし、安定したいと思うんだろうけども、安定が面白くないというふうなタイプもいるし、私はやっぱり安定しすぎると堕落してしまうということも自分でもうなんとなくこう気づいてる。だから私は多分おそらく悠々自適な隠居生活みたいなことをどこかでは望む、ね、楽して毎日バーベキューでも やりながらとかね、楽しい仲間でワイワイやりたいななんて、そんな夢を描いたりもするけども、おそらくそうなったらもう堕落してしまう。なので、ね、もちろんいろんなお仕事のお支えをいただく中で、やっぱりね自分のその生き方とは、もしそれでそれが実現叶ったらってね、全然叶ってもないのにもう叶ったらなんて話してますけどね。でもそうなったらどんどん悪い方向に行ってしまうだろうなというふうに感じるものに関しては、なかなかやっぱり私は一歩を踏み出すことはできないし、まあ要はそういうふうにそうなったらいいよなと思う反面、そうなってしまったらというね、別な不安と、なんだろう、うん、まあ要はもう
やっぱりね、だらもうだらだらしてしまう自分がはあるので、私の生き方としてはもう安定というのは求めれば求めるほど多分ダメだなっていうね、これも感覚的な話ですけど、なのでいやこんないい話あんな話とかでいただいてもなかなかそれに乗っからない、そこに力を入れないのはやっぱり自分の中に違和感を感じるからなんですね。でそんな中でやっぱり話戻りますが、肩書きを返上した理由というのは、そこにねいてそのポジションにいることによってまた甘えてしまう、だらけてしまう、いやその状態が当たり前になりすぎると、その当たり前の状況にその感謝もなくなってしまうので、だからあえてまた自分を追い込むこと、追い込むために次のまた新しい一歩を踏み出すために、まずは肩書きを、まあ、返上をするというふうなつもりでいたところに、ね、組織というかグループというか、まあ、一旦リセットをかけてまた要は公募制にした。なので結果的に私が自ら、ね、返上というかをそういう行動アクションを起こさなくてもそれが現実になる、まあ、要はそっちにやっぱり導かれるのか導かれたのか、うん、手を挙げなくても、だから自分が自ら言わなくても望んだ状態になることが、まあ、できたというか、うん、まあ極端に言うとあえて茨の道を進むというか、あえて違うやり方をするのか、まあ、もちろんそれは私が目指しているこうなりたいああなりたいっていう方向に向かっていることではあるんだけども、近道って実は遠回りになる場合もあるし、遠回りが本当は最短で一番の近道になる場合もある。だからこそ自分はあえて苦しいというかね、あえてそういう風な自分を甘えさせない環境に置くためにその判断をして今に至るという。自分はもうある意味ね、辛いの分かってても、でもまあ、あの過去の経験上とか本当は過去の成功とかに縛られると、それのまた次のやり方とかってできなくなっちゃうとかね、過去の成功過去の栄光があればあれほど、大きければ大きいほど人間はまたそこに期待をして結果そのやり方に執着してしまって、ね、新しい成果成功を手にできないというふうなことも出てくるんですが、だからもう自分は次にやることもまだまだやったことないことにね向かっていくし取り組んでいくし、それはでも当初からずっと私が講師になった頃から考えていたことを実行に移すというだけの話であって、何も自分の方向性ベクトルに変わりはない、まあ、それに必要な反だったらそれに必要なことだったのでね、はい、決断を下して肩書きをない自分、その肩書きがある自分というふうなのか、要はその肩書き関係なくこの柴田健二という人間としてね何ができるのか何をやっていくことができるのか、まあ、それを試したかったとかね、やってみたかった、まあもっともっとね、さまざまなこの動画で、ね、全部喋ってしまえば角が立つとかね、いろいろさまざまなこと出てくるでしょうから、はい、こういうふうに、なのでそういった中では個性心理学のさらに上、さらに何か、ね、もっともっと先を考えた、先を見据えてるからこそ、ちょっとね、スタートグググググってこうちょっとね、今ノイズもかなり入ってるかもしれません。まあ自分の中にやっぱチーターっていうね、チャレンジ精神旺盛で、ね、成功願望が強いキャラクターがあるからこそ、もっともっと次に次にってね思うからこそ、またそういうふうに肩が気に縛られない、縛られたくないというような自分も存在し、まあ、ペガサスもあるからなおさら縛られたくないんですけどね、はい、あ、そう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 、はい、まあ、ちょっと話は変わります。昨日ですね、昨晩オンラインでお金の稼ぎ方と稼ぎ、お金の稼ぎ方と関わり方講座というのを、ね、やりました。まあ、その中でですね、まあ、結果その話だけにとどまらず、やっ
とかね、若干レポートを見ながら何かお話を振ることによって、私実はそうなんですっていう方が出てきて、でその方にアドバイスを差し上げたり、そう、何を言いたいかというと、人間は確実に多重人格なに生き物なので、その多重人格、さまざまな自分が真逆ばっかりだと本当に自分が分からなくなってしまう。分からなかった、そんな自分っていう、自分のこと分からないから自分のことで悩んでしまう、ね、だから極端な話言うと、ね、真逆の個性を演じる私が羊さんであれば、黒ひょうのキャラクターも実は私はね、見えないところにあって、その羊さんと黒ひょうさんっていうのは全く真逆のことを言う。羊さんは物事を曖昧にする、ね、みんなに委ねる、どうぞどうぞみたいな形で皆さんに任せるよとか、でも黒ひょうさんのキャラクターが強い時は曖昧にせずに白黒はっきりさせたくなるし、で俺が決めると、俺やるよとかね、やないよとかね、決める。さまざまな私もね、二重人格、真逆を持つってことは、自分が二重人格っていうか、二重、まあ普通の人はね、もう二重人格どころでね、30、40っていっぱい持ってるんですよね。まあ、私もそうすると、羊さん、ペガサスさん、チーターさん、黒ひょうさん、お猿さんってね、まあ多分これくらいの個性を持つだろうなというような感じがして、まあ分かったからね、すごく OK、 許せる、あ、そんな自分もあるよね、分からない、知らないままだと、なんだこの自分、なんなんだこういうふうなやり方する自分って、みたいなねことを思ってしまう。なんでどうしてが自分の中にね、それは分からないから、なんでどうしてという感覚が生まれるのであって、分かってしまえば、ああそっか、このキャラクターが出たんだな、あ、こういうのキャラクター、この一面が出たんだな、これで OK って分かったら安心ですよね。そう、安心したいんですよね、どこかで人間って。だから知るってことは安心につながるわけですよね。こんな自分もいる、あんな自分もいる、知らないと不安です。知って、あ、やっぱりこう一面あるなら OK、ね、こんな一面あるよね OK、 自分に OK を出していくってことは、自分に安心感を与えることであって、認める、許すも安心感、ね、安心感というものを人はね、いろんな形で手にしたくて、その安心感というのはやっぱりさまざまな面で出てくればいい、認められているとかね、要は自分の存在自体です、それが認められているならば、自分の立ち位置ポジションがそこにあるならば、それが安心につながる。だから立ち位置ポジション、心もそう、この肉体もそうですね、さまざまなポジションが定まらないと不安定で、不景気、不安を生む。こういうところにいる自分、あんなところにいる自分、そういうところに立っている自分とかあって、分かると安定で安心につながったりとかね。結構私たちは安定したい、波があるから、また波もあるからね、人って必ず波動とか周波数で、ね、生きてる限り必ずいろんなエネルギーを持ってるので、一定でとど、ね、まってることはない。だからそれを少しね、安定の形にしていきたいというふうに思って、だからそのこういう波が大きければ大きいほど、いろんな体感、体験、経験をするだろう。これを使ってね、もうある意味こう安定、ね、完全な、これになるとピーだからね、もう死亡を与えて死んでしまったことになってしまうので、この揺らぎがですね、非常にこう少ない状態を人でどこかで、ね、作りたいのかなと、まあ、そのためにね、この個性心理学を知って活用していくと、この本当に一喜一憂しなくなる、しづらくなる、それがまあ心の安定につながるのかなというような感じがしますけどね。はい、途中から少し話が変わりましたが、ちょうど家に到着しましたので、はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。